お、45F2 は A、思考も強い、この快速、ドイツの科学の結晶みたいな戦車だぜ。おい、日本戦車はどうしたんだよ。人作ってからあったからドイツ戦車やってる。日本の戦車やり始めた時、74式かっけー、日本で頑張るとか言ってたくせに。ふっふっふ、わかってしまったんだよ、ゴリラバナナ君。ゴリラバナナじゃ。みたいな戦車が好みだってことをな。起き上がれ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 。お、そこの赤い国さん、私を助け、何ぶち込んどんじゃ。ワイヤーで引っ張ってほしいの、キモ。あ、だとこのゴリラバナ、痛い。あまりの気持ち悪さに味方でも殺したいとさ。この、超プリティ、ナイスバディ、性格花丸天使の私が気持ち悪いですと。すでに顔が釈迦なんやが。もうさ、これ、犬の散歩なんやが。さよなら、天使だ。そして世界は平和になった。I look across the raging war and feel the steady beating of my heart 嵐の前の静けさに刃を振り下ろしてく繰り返し A memory fading 今も時代を超えて I tell a story 響く宣戦布告の歌残酷染まるこの誓いを We're fighting till the bitter end 途切れた夢を穢れた世界を泣き止めて僕らの車を Stop the rewind Stop the rewind 失った希望を何これ、冒頭からぶっ飛ばしすぎだろ。この辺に T34 いるはずなんだけど、どこだ。まあここにいたんだけどね。分かっているなら倒せばよかったじゃないか。編集していたら気がついた。一応プレイしているのは私っていう設定。おっと、めたいのはそこまでだ。とりあえず戦車紹介オーバー。前に3インチクチクいるな。おい、戦車紹介しろよ。ガルパンでおなじみ4号戦車。こいつは改良型の F2 型、飛行が 75mm 砲で貫通力もあるから、このランク帯なら基本貫通できるよ。機動力はそこそこあるみたいだが、走行はどうなんだ。立ち回りと無理に攻めなければ輝ける戦車だよ。だから走行は行くな。あとガンサイトを少し変えたよ。四方が右側に見えてるな。モッドでガンサイトの変更もできるみたいだし、今度試してみるかな。さっき仕留め損ねた3インチ倒したな。次は奥の M10 狙っていくよ。よーく狙って。相手こっちに気がついていないな。隣の通りで撃っているとバレちゃうから、奥の廃墟で撃つと案外バレなかったりする。裏取りに来る敵とも鉢合わせになるしな。こっち無警戒の M10 をサイド狙うか。はいっすね。両方もネタ多すぎやしませんかね。次は M6A1 狙っていくかな。地形的にきつくないか。よーく狙って。奥にいた F2 にバレてると思うし、 A 拠点取りに行くか。てことで拠点に来たけど敵が陣取っているな。マップには重戦車がいるみたいだな。 KV-1 だとしても APCR 持ってっているから。お、こいつさっきの M6A1 じゃないか。この距離なら APC-BC で十分だな。とりあえず動けないようにして、このままさらに近づくか。車体傾いているから砲塔こっち向けれないな。あ、やべ、重要なところで外す。ソエイムの極みですわ。たまれボンコツ。ボンコツじゃ。あ、どこもかしこも貫通できないんじゃ。素直に APCR 使えばいいのでは。やっと倒せた。さすがに弾使いすぎじゃね。とりあえず拠点を無力化させて、拠点を餌に砲撃支援の餌食にしてやる。今のところ拠点確保は劣勢だからいいが、 A 拠点も前しかいないじゃん。多分拠点取っている間に殺されそうだから、相手取ってない。裏取りに一応してるな。やたら速度速いな。モビルスーツのようです、ザクか。でもブライトさん、このスピードで迫れるザクなんてありはしません。一機のザクは通常の3倍のスピードで接近します。シュアだ。あ、赤い彗星だ。何なんゾーランは。ほらザクやん。お、そうだな、これ間に合うかな。無理に迎え撃つよりか街でいればいいんじゃないか。それは動画的に楽しくないじゃん。そんなこと言っていたら来たな。クロムウェルか。画像に悪意しか感じられないんですが、相手の動きが速いから迎え撃つ展開になっちゃった。更新感謝撃うまく決まったな。こうし倒したがどうするんだ。とりあえず車体狙って倒せばいいかな。本当かな。よーく狙って。ダメだこや。こうなったら黙々作戦開始。黙々開始。煙幕炊きながら一気に詰めるよ。そんなにうまくいくのかよ。そこは煙任せ。煙任せかい。
ふっふっふ。煙の中には私はいないんだよ。ちゃんと当てなさいよ。倒したから拠点防衛に行くか。また重戦車がいるな。APCR 送電してないから怖いな。あ、貫通しないですよね。さすがに装甲マシの KV-1ZIS は無理だな。APCR 送電し直して覗いてみるか。完全に側面さらしてくれてるな。弾薬庫誘爆したみたいなんだけど、明らか燃料タンク爆発したようにしか見えない。さらにクロムレ撃ったな。また昇天させてほしいみたいだな。そして昇天したな。そしてお空なう。安定のドルミエ。A 拠点の近くに車両を置いたんだけど、A 拠点完全に占拠されて侵攻されてる。急いで爆撃して戦車に戻るしかないな。うおー、間に合え。ボイボイボイ。さあ戦車に帰還するぜー。なんとか間に合った。いつも人。ちょ待っ。悔しいか。ありがとう。この後何もなく勝利。順位は4位と微妙な結果。今回はここまで高評価。チャンネル登録お願いします。